東大特進で僕の授業にも出たことがあるという。で、あの字高校400人中200人医学部に進学するようなすごい学校なので、英検1級は中2の時に970点、先生から質問来たりとかしてました。110点ぐらい、まあ、そうで始まりました、まちっちゃんね。さあ今回は東京大学法学部3年生のありさって申します。よろしくお願いします。はい、1回 CM には出てきましたけど、東大特進で僕の授業にも出たことがあるという。はい、そうですね。最前列で高校1年生の頃の夏期講習で、はい、先生の授業を受講させていただいていました。懐かしい。いや、私も懐かしいです。当時は四天王寺。そうですね、四天王寺高校中高一貫なんですけれども、はい、6年間大阪に京都から通ってました。もう片道1時間半でした。英語できたってことだもんね。だってあの英作文とか英会話とかやらしてたから、森田先生には夏期講習で結構鍛えられたなと思いますね。すごい楽しかったです、でも授業。はい、普通じゃないですかね、全然ガンガン喋って書かせるから。そうですね、全然違う。特殊な授業だったのを覚えてますね。そうそうそう、すごい。四天王寺から東大。そうですね、毎年ちらほらいるんですけれども、はい、私の年だと現役では1人で、まあ、浪人生合わせると3人です、ね。ああ、まあ1個下も数名いましたね。はい、今年の1年生でも四天王寺の方は2、3人いらっしゃいました。医学部入るっていう。そうですね、これも正確な数字は分からないんですけど、まあ、400人中200人医学部に進学するようなすごい学校なので。すげえ。関西の進学校って結構医学部に流れがちなイメージありますか？やっぱ医者やで、医者やで、医者やで、そうそう、医者やで、金やで、銭やでっていう感じですか？まあやっぱり安定を求めて、特にまあ女子校はそうなりがちですよね。なんででも東大の文系に行こうと思ったの？そうですね、なんかいろんな理由があったんですけれども、まずは家族が電医者なんですよね。私の兄弟も医学部に行っておりまして、それで実際に医者になった人たちの話を聞いてると、絶対やめとけみたいなことを言われたり、あとはなんか昔から結構国際的に活躍したいなとは思ってたので、でまあ昔から英語も勉強してたので、まあそうなると文系に行って、例えばその頃は外務省とか考えていたので、まあそういうルート、まあ自分の道を歩んでみようかなと思って、私結構波に逆らうタイプの人なので、それもあって医学部はちょっと面白くないなっていうのもあって、まあ東大の文系に行くことにしました。親からはやめとけだったんですか、それともなりなさいだったの？親からは本当に文系めちゃくちゃおすすめするみたいな感じでした。両親医者と研究とかもしてるので、もその大変さが分かってる。まあもちろん文系は文系なりに本当に大変だと思うんですけれども、文系を勧められましたね。あ、なんか母の親友の方ですごく著名な弁護士さんがいらっしゃるんですけど、まあその方とお会いしたりして、まあいろいろ感銘を受けて、まあ大きなスケールで国際的に活躍されてることにすごく憧れを抱いて、それで文系を志望したっていうのもあります。法学部にしたのは、その著名な弁護士さんともお会いしたのと、あとはいとこがですね文化一類で、まあ、それもあって、まあ、文一が身近だったのと、あとは昔外交官を目指してたので、外交官になるなら法学部でいろいろ国際関係論とか学ぶといいのかなと思ったりもして、文一に自然と定まりましたね。それで学校内では孤独っていうか孤独ではなかったですけど、なんかほとんどやっぱりみんな理系で、え、割合的にはやっぱ割合的コースによって分かれてるんですけど、私は A 数2コースっていうコースで、その中では140何人中文系が20何人しかいなくて、あ、なるほどね。今いろいろ改革が進められてるみたいで、もうちょっと増えるとは思うんですけど、まあその時はそのぐらいしかいなくて、その中で東大を目指してた人って最後まで目指し続けたの私とあとは一人いたかいないか、ちょっと忘れちゃったんですけど、それぐらいの中で本当に孤独な戦いでしたね、学校の中では。関西だとなんかてっちゃんが、え、てっちゃん鉄力会、あ、鉄力もちろんありますよ。ある、私も数学だけ通わせていただいてました。まあみんな行きますね、やっぱり四天王寺から上の方の医学部行く人とか、東大行く人とかは結構鉄力とか通ってるイメージあります、ね。東大特進してもやっぱりいないわけですよね、周りに。そうですね、東大特進も四天王寺そんないなかったです。鉄力の方が圧倒的に多いと思います。優秀な人は結構京大医学部とか阪大学部とか、いろいろ京都府立医大とか、あとは大阪公立大学の医学部とかいろいろあると思うんですけど、まああそこに、そうですね、進学してしまう人が多くて、してしまう、あ、してしまう、あいつら東大行かずに、いや本当にもう本当にマジョリティがそっちの進路を選ぶので、まあ、東大行く人はやっぱり例年少なくなってしまいますね。まあ、でも優秀な方は多いのは変わりないですね。なるほど、やっぱりすごいな、やっぱ進学校って、はい。でも英語が得意で来たんですよね。あ、そうですね。いやだって資格もね。資格って言うんですかね、トーフルとかトーイック。あ、もうもちろんですよ。それ資格って言うんですか、丸って言うんですか、三角って言うんですか。あ、
持ちネタなんですか。いやいや今言っただけです持ちネタなんですか。初めて言いましたわ今、はい、いやだってそもそもあれって資格って言うんですかなんてそんな振り受けたことない当たり前だけど。すみません。トイック英検とかトフル、はい、どういう感じなんですか。そうですね、英検1級は中2の時に。中2で英検1級取ってますからね、はい、中1の頃からひたすら頑張って。私別に地頭がすごくいいってわけでもなくて、記憶力もその天才的にいいとかそういうわけでもないので、うん、参考書10冊ぐらいですかね、うん、それをもう7周してやっと合格しましたね、うんうんうん、3年目とかで。単語をやってた。そうです、まあ、でもやっぱり7周とかしてるのでさすがに受かるだろうってぐらいはやってたので。すごい。だって東大特進その状況で受けてて、英検1級持ってる状況で受けてたんだもんね。はい、そうです。じゃあそれライティングとかかけてたでしょ。まあ、いやいや 森哲先生にねいろいろ教わりましたよ。全然ダメとかなかったでしょってこと。まあ、確かに中2で英検1級を取ってたので、うん、結構他の人と比べては有利というか楽ではありましたね。で他は何取ったの。 TOEIC は中3以来受けてないんですけれども、うん、その時に970点全然満点ではないので、うん、中3で970なの恐ろしい。なんでそんなネタ隠してたの。隠してました隠してた。なんか中3とか書いてなかった。あ本当ですか。一緒にいる人がビビってるよ怖い怖い怖い。ありがとう。いやそれもでも英検1級合格したからこそ、ああなんかいろいろもう単語とかは余裕でしたし、ああ、ね、まあ、どっちかというとスピードとか最後までぼーっとしないとか、ああ、まあ、そこら辺のトレーニングをしたらちゃんと英検1級で合格レベルの人は900点台取れますよ。そうですね、うん、先生たちより全然できる状況になっちゃうわけじゃないぶっちゃけなんか先生から質問来たりとかしてましたそうですね、中3の時もそうでした。中3とまあまあそうかそうなっちゃうよね、英検1級持ってない、はい、ないもん先生たち。そう持ってない人いらっしゃいますよね。でもなんでそんな中学のそんな時から。いやそれはもうなんか将来国際的に活躍したいっていうのはまあ小学校の頃からの夢だったので。小学校すごいね。兄に怒られるかもしれないんですけど、うん、兄が結構すごく優秀な人で、うん、小学校の時点で英検1級合格してるような人で、うん、なんかこれ天才的なんですよね、うん、兄がやっぱりいたからこそ自分もそれがモチベーションになったというか。なるほど、はい、すごく優秀なお兄ちゃんがいてよかったなと思いますね。お兄ちゃん何して今医学部行ってます。えそれ阪大京大みたいな。あこの大学です。あ東大学部。えこれ言っていいのかな、分かんないですけどちょっとごめんね。ベテランチとかと。はい、なんかベテランチさんを追い越してしまったみたいで。あーそうかそうだね、そうなるよね。留年してるじゃないですか。はいはい。どれぐらい取りました東大で。110点ぐらいは取りました、うん、でもめっちゃビビってるめっちゃいやまあどこででも落とすか。リスニングは満点でした。うん絶対大丈夫。それでおそらく私予約を一番最後にやるんですよ。一番確実じゃないので。で予約って結構頑張っても満点は取れないじゃないですか、うん、まあ10点満点なんですけど、うん、英語の予約って。でまあ大問一番、そうそうそう一番で、まあ、1A ね、はい、そうですね。まあそれを一番最後にやって悪くとも5点ぐらいは取れるんですよね、うん、でよくて8点とか、うん、まあなのでそこの差あんまりないなと思って一番最後に回してたので、うん、入試の時は全然寝れなかったんですよね。あそれでなんかしかも最後にやってくる。そうですね最後にやって、疲れてる時にやってきてちょっと集中力が切れてしまったりとか、あとは他の問題解くのが遅くなってしまって、まあ、弱くで多分結構落としたんじゃないかなと思ってます。あ そ, うなん。それ以外はとなんか細かいところ、正語とか。正語では多分落としてなくて、最後の第5問の記述とかでちょっとちょくちょくと、ね、ちょっとずつ落としたあの正語見抜けるだけで、あ文挿入もいけたと。あそうですね、そこら辺は得意でした、ね、あそこだって捨てるわけですから、はい、ほとんどのね受験生らしいですね、うん、あれね時間ないです普通の受験生でしょ、うん、難しすぎます。東大特進でスタッフとして働かせていただいていた期間があったんですけど、私も生徒へのアドバイスは時間がなければそこ捨てろみたいな感じのこと言ってたのを今思い出しました。今思い出しました。これは大体間に合わない、はい、私も本当にギリギリでした。英検1級とかの勉強中学校の頃からしてても、うん、東大英語は本当にスピード大事で、私でもとか言っちゃったんですけど、もう大丈夫です、いいです、その節でこんなに勉強してても時間が足りないって感じでした、うん、余る人本当によく分かんないですね、なんで余るのか。ちょっと本当にすごい、あれで余るとか、はい、やばいやばいですよね。トフルとかもなってる。トフルは初めて受けたのが去年だったんです。あ去年なんだ、はい、なんか受ける意味はあまり感じなくて111ですね。いやすごいですよ、うん、今のトフルだから昔より難しいし。そうなんですね、昔より難しい。リスニング難しいですねトフルって、うん、本当に難しかったですリスニング、うん、もう勘でやったやつも1、2もあって、うん、まあ、昔はそんな超細かいのとか出さなかった、うん、今はもう満点潰しみたいな問題出してくるから、うん、はい、結構私何ももっと取ってますし、友人でも110点台後半の人とかいらっしゃるので、うん、そうです、周りがそういう環境なのであんまりすごいとは。110点台後半って120点満点ですからね、そもそもね、はい、
でもね東大って結構上には上がいて、本当に私なんかね全然ですよ。それが東京大学、本当にそうです。理系科目とかも、まあ、入試ではそこそこの、うん、まあ、点数が取れたっていうか、うん、数学も、まあ、そこそこ上出来だった。なんか今まで出てきた2人とは違って本番取ったぜみたいになってました。あ、そうですね、なんか結果的に結果的に、はい、思ってたほど期待してたほどは良くなかったんですけど、感触は良くて、うん、兄がさ受験の時に残してた家族の中の伝説があって、2日目の2教科あるじゃないですか、まあ、理系だったら理科と英語、で文系だったら社会と英語なんですけど、その理科の後に受かったよって、もう安心してみたいな、もう英語を受ける前に、はい、得意だからって感じで、親がすごく喜んだみたいな、なんかすごい安心したみたいなエピソードがあって、うん、私もそれしたいってずっと思ってたんですよ、それ聞いて以来。それでそれができたぐらいには、あ、もう社会終わった時点で、はい、はい、安心してって言えたぐらいには、安心してください、入ってますよね。はい、だけですね、今流行りのねそうですね、履いてますよってちゃんと、履いてますよ、なんじゃないの、履いてますよってちゃんとね、はい、伝えられました。あ、やりたかったんです、はい、やりたかったですよ、本当に。じゃあ落ち着いた感じで英語はいけたわけですね。そうですね、英語はもう本当にリラックスしてできましたね。すごい眠かったのは変わりなかったんですけど。社会はどの2科目？地理と世界史って、地理が本当に好きで、村瀬先生大好きだったんですよ、東大特集で信奉してる先生1人が村瀬先生で、もう1人が荒牧先生で、おじゃあやっぱりどちらも社会じゃないですか。どちらも社会でも結果的にそんなに点数高くなかったのでごめんなさいって感じなんですけど、もう本当にお二方のおかげっていうか、で受験勉強が楽しくて、大論述も世界史の、いや点数がね、点数はついてこなかったんですね。でも本当に楽しんで受験を迎えられたのは結構大きかったなと思います。国語は、国語私は東大特集に林先生の授業とかも受講してたんですけども、もうおかげさまで本当に二次だけじゃなくて、で共通テストもの点数もすごく林先生の授業受けたから安定して、二次もすごく安定して、直前の模試まで本当に点数高かったんですけど、本番国語こけましたね。こけてるじゃない、さっきからこけてる。私もう大丈夫だからって言ってたのに。自分がちょっとこけたって感じですね。あ、なるほど、ここはもうできました。それがもう林先生のおかげで、本当に林先生のおかげで現代文こけたって結果的にはこけましたけど、皆様のおかげで本当に受験直前まではすごくいい流れでいきました。話は置いといて、はい、どうせ使えないからこれ真理なんですよ。ちょっと受験生に知っておいていただきたいのは、受験における模試とかの点数とかって今すごく大事に思えて、これに命がかかってるとか思うのは本当にわかるんですよね、みんな。私もそうだったので。でも本当にどんな点数でどんな模試の判定で本番を迎えても、受かればそれ以降何をするかっていうのが一番大事なことになってて、誰も1年後2年後誰も入試の話とかしないですし、今何をやってるかっていうのが一番大事なので、皆さんぜひそれはね知っていただきたいな。周りの人がしてないだけなんじゃないの。めっちゃしてる人いっぱいいるいるよ、めちゃめちゃいるよ、高校のキャンパスにもたくさんいるよ。確かにいますね。ずっと入試にしがみついてる人いっぱいいるよ。いました、すいません。ピークの人たちもいっぱいいるからね、その入試時が。東大っていうのはその時までは自分がトップで生きてた人たち、ボーンとトップの中に入れられたら、それ半分はだって下半分になるわけですからね、ベテランチとかね東大特進の合格体験記に載っちゃって、はい、めちゃくちゃ恥ずかしかったですね。なんか当時切ったこと書いてて、あ、そうなんだ。合格後、合格への道はみんな違ってみんないいみたいなこと書いてて、まあちょっと今あまり読み返したくないな。三つ王みたいに書いてたんですか。みんな違ってみんないいみたいな。書いてないです。書いてないです。書いてない。今後の活動はどうやっていくんですか。1年生の12月に教育格差とか情報格差是正のっていう理念に学ぶハブプロジェクトっていうのを自身で立ち上げまして、今25人ほど東大生とか、あとは慶応生も一部関わってらっしゃるんですけど、学ぶハブアプリっていう本当に受験生のための受験生専用 SNS っていうのを開発しました。ダウンロードしてみてください、はい、このアプリのいいとこはですね、まあ、一つは時間とか場所に関わらず、本当になんか分からないこととかについて大学生に聞くこととかも全然できるので、地方の方でも都会の方でも誰でもつながって情報共有ができるようなアプリになってます。ハブなんですよ、はい、だからハブなんですよ。分かってない人たちはヘビだと思ってると思う学ぶヘビってちょっと変なネーミングですハブ種のハブだから。あ、確かに確かにそうですね。 HUB っていう書いてハブつながるんです。つながる自転車のねハブとかありますね。そういう受験生同士でつながったりで、本当に大学生にアドバイスをいつでももらえたり、はい、生の声を聞けたり、アドバイスをね、はい、いただけたりするので、はい、ぜひお願いします。はい、自分さ概要欄に貼ってありますので、今回はアリサさんで、はい、そうです、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。